どうもみなさん、こんばんは、ワトソンでございます。それではね、今週も定期ライブ、1時間遅れてしまいましたが、リターン続きやっていきましょう。浮き塾連ンドは15になってるけども、ここで前自分の死体を見たんだったかなえなんか職種がいっぱい生えてきた。あ、また家がある。また私の家があるの。私の家があるのって前もあったろ なんでそんな驚くんだ終わったと思ったから待って、ループがまた再開した後は入れるんだ。鍵持ってる扱い。それとも鍵かかってないのかなこれ怖いんだよなー。急な一人称になるからなー。うーわ、最悪薄グレー。薄暗切霧かかってる。スモークかかってるわ。お何これ触手何してるのそういえば前なんかディスプレイからなんか引き抜くってあったもんな。何 セレーネティア誰お母さん押しかけまして待ってる。なんなんだそのメッセージは。おいる。監視カメラみたいにいる。顔は微妙に見えない。やめてよー。なんか合成音声みたいな感じでいるなー。なんかリーが来たんかと思ったけど。誰ですかあなたは。なんで消えちゃうのあーこっち行けちゃう。ずっともやがか,かっ 行っていいたのに行くしかない地下室これかってる何がんんあやっぱ母さんなんだろううんヘイヤさんはお母さんなのか何回も行けばわかるっていう感じなのかななんでお母さんの計画を見るんだろうなお母さんはこの星に呼び出したこれは前宇宙飛行士の人形が手に入ってたねこれはじゃあ今度は何手に入るスペースシャトルの置物か ダッシュ補助効果だ、OK、ってっと音楽の発生源いまだにわかんないんだよなまた家だまた入れるこれ入れるわあれムービーなんか違うちょっと今までとなんか違わないなに今まで一人じゃなったよなにノイズーあえ俺を見てるあ、プレステ5ある何であるプレステ5ゲームしてる俺 あ、俺この家こここ子供で PSI やってる俺かもしかして。えヘリオス俺ヘリオスって名前なのセレーでの子供がヘリオスって名前,て名前わざわざ自分に予兆しの名前つける子供に。いるしー、なんか普通に自然な感じでいるしー、なんか当たり前みたいにいるからびっくりした今。 ずーっと昔女王様と珊瑚礁の王女様魔女のお宝を盗みましたでもなんか早<様>っ言えたしでもなんか今のか、ね、今の聞いてる感じはすごいお父さんっていうか親みたいな聞き方だよねそれでそれでみたいなさ泣いてるし ちゃんとしてるのは俺が選んだ選択肢やってるわ。もともとこっちはお母さんの部屋、セリーネの部屋なのかなあ、オクトだ。やあ、オクト。わかった。今、後ろ向く瞬間何かいるんじゃないかと思った。んいるやん、宇宙船。こんにちは。誰なのお前さん。おう。抱こうとしてくる。本当に抱こうとし 出るなだれんかあるとは思ったけどクソ顔見えるかと思ったけど一瞬新たなアイテムも解放すごいな行くたびにアイテムを解放するトランシーバーだ双方向無線機エーティルと防御力の相乗効果を満たすまあ別にな今ないいんだよなあ,あ,あまたこれだ前よりちっちゃくなったエコーのキーさてここで エコーのキーを挿入。開く。普通に開く。タワー。タワー内部。鳴らしてるな、もう。やばいやつじゃん、こんなん、もう。行くしかないけどさ、道は。パイプオルガンだな、本当に。自然のパイプオルガン怖っ。 センンティエントだなアナライジン誰だヒュペリオンだおら継続ダメージを食らいなさいあぶっていってよしまず1ゲージ背中が片っぽ壊れたまだ鳴らすんだライズ執念深いなピアノでうおお振り向いたやっとピアノをやめてこっちに集中するか うわ、行ってててて。10時、10時、危ねえ。やっぱ足元に打たんじゃダメだな。おーし、背中もう1個破壊。ああ、もう感触起こしてる。おお、クロスビーム。おお、なんだそれ。ちょっと待って待って。上見る余裕もないし。しかし緊張感は。うお、おーお、おーお,ーおー、またピアノモードか。てめえ、鳴らすんじゃねえ、そのピアノを。耐えろ、耐えろ、あとちょっとだ。 倒したーヒペリオン倒した静まるべき歌、ヒペリオンを倒すうるさかった。死ぬほど。ほどこれは、なんだ、ゲートキーか。ブラックチャードゲートウェイキーだ。ブラックチャードゲートウェイを開けたので、次のステージへ行きましょう。次はどんな感じわー、水の中。ぽいけどな。わ、雪だ。 雪白の荒れ地何があ砂漠と同じなんだのえ砂漠と同じなのに今はいつ全く気温というか風景が様変わりしている深淵すげえハデスの木だってさただ確かにハデスは冥界の神様だから深淵というのは間違いではない あ,あ、またなんか、一番最初にあったとこだな、これ。あの、キューブというか、玉というか。なんだこれ。これがハデスの鍵があるの手突っ込んだらなんか出てくるなんかセンティエントの死骸があったけど、一番最初は。不老不死の液体。ーの液体おお<ー>、俺の手美しいえぇ美しいと思うのこれを見て。で、終わりお,お、これがハデスの鍵ですかいやっと一個だ、ハデス鍵だ。なんだこれ。 初めてのアイテムだな、な鍵鍵じゃないなタパッ水中呼吸するためのアイテムにしてはどう考えても呼吸できんもんな何だろう肩パッドはな本とにうん危険環境エリアでの活動は可能になったプロメテウスなんとかプロメテウスってギリシャのかなんか炎の神だっけギリシャだっけな忘れちゃったなあ終わったーうわーアクションのタイミングミスったーえいというわけで今日終わりにしようか いや、1ステージしか進んでね。2ステージクリアできる気もせんし、1ステージもクリアできる気せんぞ。なんか運が良くなるから無理だな。また前作と前作っていうか最初と一緒だったら、3ステージ構成だったら、あともう2ステージなのかなと思います。というわけで、また次回のライブでお会いしましょう。またね。お疲れ様でした。